留学チャンネル。グダイメイ、留学チャンネルです。このチャンネルでは、オーストラリアのマーケティング会社で働く知恵袋先生が、留学エージェントが教えてくれないリアルな情報をお届けしていきます。どこの留学エージェントにお願いしたらいいの？なんて思ったことないですか？留学エージェントを選ぶために、いろいろ調べてみると、どこの会社がいいかよくわからなくなりますよね。オーストラリアの留学エージェント選びで、失敗しない方法をご紹介します。それでは一つずつ解説していきます。留学エージェントを利用した方がいいですか？というお問い合わせをよくいただきます。答えは、利用した方がいい人と利用しなくてもいい人がいます。利用した方がいい人は、語学学校へ通う予定がある人、英語に自信がない人、利用しなくてもいい人は英語力があり、自分で手続きを進められる人、海外経験がある人、一つずつ理由を解説していきますね。語学学校へ通う予定がある人は、ビザ申請やその他の手続きのサポートを合わせて無料で受けることができます。費用はエージェントによって変わりますが、語学学校へ直接申し込むより安くなる場合もあり、学校へ通う予定のある人は利用した方がお得です。英語に自信がない人は、語学学校へ通わずに留学エージェントを利用する場合、費用が発生します。しかし、英語で手続きができないことで余計な費用が発生することもあります。例えば、海外保険へ加入を検討する場合、英語ができる人の金額の選択肢は広いですが、英語が苦手な人は日本語のサービスから探すため、金額の選択肢が狭まります。保険の手続きで英語ができる人は保険料5万円から選べますが、英語が苦手な人は保険料20万円から選ぶことになってしまいます。このように英語で手続きを進めることで出費を抑えられる手続きは他にもあります。エージェントを利用することで費用や時間の節約を含めたサービスを受けることができるので、英語が苦手な人は利用した方がお得に済むことが多いです。利用しなくてもいい人、英語力があり、かつ自分で準備を進められる人は、すべて自分で手配を進めてしまった方が海外生活へ挑戦する醍醐味を味わえるのでおすすめです。実際に自分で手配する際には、よく調べないと高くついてしまうことも多いので、概要欄の自分で準備手続きをする人のための記事を見てみてくださいね。留学エージェント選びで失敗すると。それでは実際に留学エージェント選びで失敗するとどうなってしまうのかを見ていきましょう。無駄なお金を支払わされた。一番多いのが、費用を余計に払ってしまったというケースです。オーストラリアで新しくできた日本人の友達から、私が利用した〇〇エージェントだと、その半額ぐらいで済んだよ、と言われることも珍しくありません。実際に会社によってよくわからない手数料やオプションサービスがつくこともあります。有名な話では、ホットラインサービスという月1回緊急などを聞かれて、親に手紙で連絡をしてくれるというサービスが、6ヶ月で5万円ほど追加でかかるオプションをつけていたなんていう話もあります。今のご時世、親と連絡を取るのも LINE で済むので、無駄にお金を支払う必要はありませんよね。このように、エージェントによって費用が若干異なることがあるので、複数社から必ず説明を受けるようにすることで、自分に合ったサービスを提供してくれるエージェントを選ぶことができます。サービスが悪かった。余計な費用を支払わされたの次に多い失敗として、サービスが悪かったというものがあります。学校へ申し込むまではよく連絡が来ていたけど、申し込んでからは音沙汰なしであったり、現地に詳しくない担当者がいたり、情報が古かったりします。サービスの質に関しては、実際に話を聞いてみて判断する必要があります。しかし、現地に詳しくない、または情報が古いエージェントはほとんどの場合、海外現地にオフィスがないことが多いです。いいサービスを受けるためには、海外現地にオフィスがある会社を選ぶことで、現地の新しい情報を入手している人が担当してくれているので、チェックするようにしましょう。留学エージェントの選び方。エージェント選びで失敗しない方法は、全部で8種類あります。複数社に問い合わせる。どの保険会社を勧められるか、カウンセラーや会社との相性、現地にオフィスがあるかどうか、留学費用は明確に記載されているか、どの時点での為替レートが適用されているか、語学学校の割引オファーを受けられるか、トライアルレッスンを受けられるかどうか、一つずつ見ていきましょう。複数社に問い合わせる。エージェント選びにおいて一番大切なのは、一社だけでなく複数社へ問い合わせることです。実際にエージェント選びで失敗する人のほとんどは、1社か2社の話を聞いてそのまま申し込んでしまったことで後から後悔しています。必ず留学エージェントを複数社から選ぶようにしましょう。留学チャンネルでは留学エージェントを LINE でまとめて探せるサービスを運営しています。概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある人はぜひ使ってみてください。どの保険会社を勧められるか。ワーキングホリデーで渡航する際には海外保険へ加入する必要があります。
海外保険は大きく分けて2種類あります。日本の保険会社、オーストラリアの保険会社。評判のいい留学エージェントは両方紹介してくれますが、あまり評判が良くない留学エージェントは日本の保険会社しか紹介してくれないことが多いです。カウンセラーさんとの相性、カウンセラーさんとの相性はとても大切です。なんか話を聞きにくい人だな、なんか性格が合わない人だな、こういった方とやり取りしていてもなかなか満足なサービスを受けることは難しいですよね。いろんな人から話を聞いてみて、この人なら良さそうといった人を探すことが大切になります。現地オフィスがあるかどうか、現地にオフィスがあるのかは現地の情報に詳しいかどうかを判断する上で大切です。必ずしも行き先の都市にオフィスがある必要はないのですが、現地のオフィスがなく日本法人だけのエージェントは現地の情報に詳しくないケースが多いです。選んで失敗する会社の多くは日本にのみオフィスがある会社なので、必ず海外現地にオフィスがあるエージェントを選びましょう。留学費用は明確に記載されているか、あまり評判の良くない留学エージェントはよくわからないサポート費用やオプションサービスを留学費用の項目に加えて料金を少し高めに請求することがあります。まずよくある費用を見ていきましょう。語学学校行く場合は入学金、教材費、授業料がかかります。ホームステイで滞在する場合はホームステイ滞在費、手配料、航空送迎費。ここで紹介している費用以外にも航空券手配費用やサポート費用などが発生することもありますが、よくある費用以外の費用が請求されていた場合、担当者の方へ必ず確認するようにしましょう。どの時点での為替レートが適用されているか。オーストラリアの語学学校へ通う場合、学費の支払いはオーストラリアドルで行われます。そのため日本円をオーストラリアドルに換算して支払いをする必要があります。普段あまり馴染みがないかもしれませんが、何円で換算されるかでかかる費用が大きく変わってきます。学費が1万ドルの場合、日本円が80円の換算は80万円、日本円90円の換算は90万円になり、10円違うだけで10万円も変わります。お申し込み時点でのレートを適用している会社もあれば、お支払い時点でのレートを適用する会社、その会社の独自レートの適用をしている会社などもあります。会社の独自レートを採用している会社はなるべく避けて、お申し込み時点、お支払い時点の為替レートを適用してくれる会社を選びましょう。語学学校の割引オファーを受けられるか、留学エージェントは語学学校から特別割引料金などスペシャルオファーを持っています。入学金無料、学費の〇〇%オフといった特典があり、学費を安く抑えることができます。割引のオファーの理由は大きく分けて3つです。日本人の人数が少なく国籍バランスを保つため、全体的に生徒の数が少なく増やしたいため、学校から特別に割引をもらっている場合、なるべく安くお得に留学するために割引オファーをチェックしておきましょう。トライアルレッスンを受けられるかどうか、オーストラリアの大体の語学学校にはトライアルレッスンと呼ばれる無料のお試し授業のようなサービスを提供しています。トライアルレッスンのない学校では先生とのマンツーマンのカウンセリングや在校生の発表会のような形で入学を検討する機会を設けています。カウンセリングを受ける際にはトライアルレッスンについてあなたから切り出してみましょう。まとめ、留学エージェントは選び方次第で費用が数十万円以上変わってくる大切な選択です。必ず複数社から比較して選ぶようにしていきましょう。留学チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。留学チャンネル公式 LINE では留学エージェントをまとめて比較できます。どこのエージェントがいいかわからない人は LINE で友達追加して使ってみてください。